接近戦で殴ってみましょうか。よいしょ。お、行ってきた。お、うまくいきましたね。はい、リムワールドを始めていきたいと思います。前回までは、なんとかこういった基地を作って、まあ、ダウンを取るところまでで、終了してます。1日目ですね。で、今みんな、午前3時ということで睡眠、爆睡中ですね。じゃあこの後どうするかということになると思います。早々に、食糧難が予想されますので、それをなんとか回避していきたいなと思います。まあそういう意味では早めに今取れる食糧っていうのを確保していきたいなと。で、さっき見えた北極狐っているんですね。どこだっけ？確かこれに寝てんだよな。これか。これですね。それ以外に、動物らしい動物は、残念ながら、いなさそうなので、精神的にもみんなまだちょっと安定してると思うので、寝込みを襲いに行こうかなと思います。で、ちなみにこの精神的な安定さっていうのは、このキャラクターの後ろにあるこの水かさみたいなこの青い色のやつですね。これでわかります。これがどん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 下がっていくと精神不安定になってきます。まあ、そうなるとこういうアラームも出てきます。実は、このファビオが一人アラーム出してるんですけどね。よし。では、襲撃に行きましょう。ファビオと、この、ただしで行きましょう。ファビオが一発撃って、ただしに追いかけさせて、まあ、ただしがおとりになって、ファビオが、こう、外から撃ちまくるみたいな戦法を取りたいんですけど、できるかな。よいしょっと。ちょっともうちょっとここから。ここから撃ってみましょうか。ここら辺にいて攻撃。当たんないですね。お、当たった。ファビオ大丈夫か。近づかれてる。ちょっともうちょっとこっち行きましょうか。OK、ちょっと危険だな、いきなり襲われてる。当たんないですね。命中率悪いですね、ファビオ。3。射撃3か。大丈夫かな。ちょっと、接近戦で殴ってみましょうか。よいしょっと。お、行ってきた。お、うまくいきましたね。よしと。よし、ライフル2回当たってますね。何？内臓が破壊されてる？胃が破壊されてますね。すごいですね。細かいですね。よしと。で、ただしに、運搬してもらいましょう。
そしたらば、いろいろなこれ、リムワールドってこう中で、研究ができるんですよね。研究のためには、この製造の、いろいろあるんですけど、研究設備っていうのを作ると、様々な研究ができて、いろんな技術をアンロックできるということで、早い段階でこの水耕栽培機っていうのを作りたいですね。これを作ると、室内で食料が栽培できると。これちょっといいですよね。なので、早めに、さっきの施設を作れるようになりたいなと思います。それと同時に、いろんな物資はもう、そろそろ、全部持っていけたらなと。近くにあるやつです。あるやつですね、特に。ただし、働きますね、ただしは。よく眠れない。それそうですよね。さっき、狩りに行っちゃいましたもんね。で、アイベアってのはやっぱり良くないですね。あとは電気が必要か。これって電気必要なのかな？必要なさそうだな。早めに作っちゃいたいな。よし、これで結構簡単にこれでいい部屋としちゃいましょうか。ちょこ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 この欲求を見ていきたいですね。おお、木が。大丈夫か。大丈夫そうですね。まあ、みんなアイビアっていうのにこう、ストレスを感じてますね。ああ、娯楽がない。作りましょう。娯楽タブで、この、輪投げ。をこういうところに置いとけばいいのかな。ここに置いときましょうか。よし。それで早めにこの設備ですね。ここはいいかな、ちょうど。よいしょと。よしよし、どんどん作ってくれ。
よし、作り始めた。ただしは大丈夫かな。疲れてますね、ただし。まあ、睡眠をとった方がいいですね。防具が必要。あ、防寒具？気さくに話してる。これ誰と話してるんですかね。よしよしよし。よし、そしたらこっちとこっちの気温差が激しいのもあるので、冷房。これですね、換気をやると、極力この温度が分散されますので、やりたいと思います。そうか、あとは研究だ。これで研究が多分できるようになったので、マスキネンに、研究してもらいたいですね。だけど研究しちゃうと、誰がいろんな建築もろもろを。マスキネンは結構何でもできたのかな。ファビオは気さくに会話を楽しんでいる時間が長いですね。誰と話してるんですかね。お、終わった。マスキネンが、このシルバーを持ってきた、運んだ後に、もう研究を始めてもらいたいですね。これだともう食料がなくなっちゃいますよね。精神的な変調が。やっぱり弱いですね。ファビオ。精神不安定ですから。早めに少なくとも部屋は作っといてあげた方がいい。良さそうですね。さあ、温度が均一になるのかな。マスキに行っちゃった。外は0度ですね。ちょっと早送りしましょうか。よし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 、持ってきてね。もう16時ですね、夕方。よし、マスキネン研究をお願いしたいですね。その場合はもう1にして、掃除もしなくていいです、運搬もしなくていいです、その他もろもろ、採掘もしなくていいし、建築もしなくていいですと。修理とかちょっとカバーしてもらいたいですね、他の二人に。これで研究を始めると思うんで、そうするとまあ研究設備ができたんで、今のここが全部アンロックされましたけど、その中からさっき言った水耕栽培機ですね。これを選ぶと。で、基本このマスキネンはここの部屋にいてほしいので、ベッドも移動させましょう。まあ、例えばこういうところに置いといて、で、こっちにマスキネンが寝ないように、ファビオをこっちに指定しておけばいいかな。
輪投げしてますね。娯楽ですね。今日も疲れたねって多分言ってるんですよね。よし、持ってった。ファビオの部屋も欲しいですね。お、温度が結構均一になりましたね。19度、18度と24度。ちょっと寒いかな。39しか持ってかない理由って何なんですかね。そんなことないのかな。両方持ってくのかな。あ、持ってくんですね。もういろんな周辺のスチールはほとんど持ってったんじゃないですか。このゲームスチール結構重要ですからね。マップ上にあるものは全部持ってってもらいたいですね。その後に採掘は採掘で時間かかるんでやりたいなと。そうなんですよ。採掘時間かかるし、あと今回のここの基地、採掘までの距離ってちょっとあるんですよね。それが厄介ですよね。お、頑張ってますね。ちょ、暗いっすね、ここの部屋。そうか。電気をそろそろ作らないといけないですね。電力。ソーラーパネルですね。これをこう、どんぐらい必要かな。まあ、ここら辺に適当に。1、2個。2個置いときましょうか。で、ソーラーパネルのためにこう充電する必要があるので、バッテリーですね。これも2個ぐらい必要かな。で、バッテリーは外に置いとくとショートしちゃうので、まあ、こんな感じでちょっと拡張性を持たせて、で、まあ、入り口つけて、で、電線をこうつけると。予備に2つつけるんですよ。で、まあ、ちょっとこういう感じで。お？ああ、ファビオが引きこもりになりました。大丈夫か？ああ、この状態で人がいなくなるのは厳しいですね。ファビオは引きこもりってどこに引きこもるんですかね。ここにいるんですかね。マスキにはもう寝てますね。ちょっと研究も進みましたね。あれ、ただしはどこ行ったかな。ここか。何を取りに行こうとしてる。ああ、スチールか。よいしょと。じゃあ
外気はマイナス10度。ファビオ、ほぼ全裸ですね。大丈夫なのかな、ここで動かないですけど。ちょっと精神崩壊が始まっちゃってますね。お、復活しました、ファビオ。え、復活してせっかくなんでこれ持ってってほしいですね。よしよし。こんな夜中に過酷な作業をさせてしまってますね。まあ20度と25度、24度なんで、体温、もう体温じゃない。室温は大丈夫だと思いますね。体温ですね。そうか、マスキネンって基本的に研究ばっかしてるから、あんまり服装これ脱いじゃって、ファビオに渡しましょう。で、起きちゃいましたね。やばい。よし、ファビオ戻ってきてくれ。早送り。食事をしてから服装を。よいしょ。服を着てください。よいしょ。はい。侵略に備える。うん、そう。はい、一応二日目もですね、このように、なんとか無事過ごすことができました。ただ、やはり食料が徐々に減ってますね。このままこの研究のスペースで大丈夫なのかなと思いますけども、まあ、なんとか食料確保のために、今ある動物の、お肉ですね、を活用しつつ、なおかつ、今研究している水耕栽培機。これを早く出来上がらせてですね、食料の供給を安定化させたいと思います。それでは、また。